では BD10 にいきたいと思います。ニュータイヤをつけましたので、だいぶ動きがキビキビになってくるんじゃないかと思いますので、頑張ってみましょう。おい、残念。いいところにいらっしゃいました。はい。待ってました。はい。すみません。よろしくお願いします。一茂先生に私の BD12 を走らせていただきましょう。やってハンドル切りすぎてバックが、今このグリップのあるところでも今動かした、反応するところだけで、今以上に車速を上げると反応しないんです。今最初ここパカッてちょっと浮いたでしょ、思ったよりも反応せんくて予測切りしたら中に入りすぎた。こうだろうっていう、この辺までいけるだろうみたいな、その探るのが難しい。ふわ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 って一瞬ラグがあるんですよ、マシン。このラグを取ってあげると、もっと広いので、これがだから当然タイヤが落ちてきたらもっとえらい目に遭うっていうか、今タイヤでなんとか持ってたっていう。そうですね、これはタイヤがいいから走れます。別にこのタイヤがあれば僕だって、タイヤさえあれば僕走れるんです。どんな車でもってことですよね。はい、ただ車速、この車の限界点だって分かれば。なるほど。とりあえずちょっと何がパッパッと、はい、おお、パッパパッパやな。んマシュル、ふわふわですね。ふわふわ
バンパー一切聞いてない。聞いてない。こんな感じですか。前は私こんな、うん、いや、うん、350番のオイルで。後ろはある程度効くんですけど、はい、フロントがもう触ってみてください。はい。特に大事なのは、この動き出しの、ここの動きなんです。うん。で、フロントがもう、パパパパって、もうバネでボヨン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 。これよく動くっていう状態じゃないんですか。普通タイヤがこうやってグリップしたら、こう保持してくれるとわかんないです。ギューン、ギューンって。はい。これもうポッパするんで、ああ。タイヤのグリップに負ける。これ良くないんですか。これええんやと思ってます。こういう感じが、こういう状態がこう、あの言うたらもう触ってもほら戻らんようなんあかんとかって前聞いてたんで、はいはい、あこれめっちゃよう細かく動いてるから確かに細かく動いてますよね。ええんやと思ってました。ちゃうんや。タイヤこんなにグリップするのにダンパが効いてるっていうのがファ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 って感じ。うん。もっとギューって、こういったら保持してくれやんと抜けちゃいますよ、ダンパーしか。まあダンパーはちょっとこういうの、まあもうダンパー触られへんので、はい、ちょっと他のところで抜けますね、はい。ダンパーやったら、例えばこれオイルがそのもうちょっと硬い方がいいっていうのか、スプリングを柔らかくしたらいいっていうのか。スプリングっていうか中身ですね、オイルというかピストンなのか、これ前後同じピストンです。うん、変えてないんで、前後同じオイルで。同じオイルなし。同じでこの差があるんですね。うん。スプリングは違った。いや、今両方 2.7 つけてるんちゃうかな。スプリングも前後一緒。ちょっと待って。いろいろ変えてるんで、ちょっと記憶が定かじゃないですけど。6やった。前6やったかもしれない。後ろ7の前6やったような気がする。2.7 つって。7なってます？あんな今前後一緒の7.7ですわ。同じ、まあ、この感じはね、バネじゃないんですよ。バネじゃない、中。中身が効いてない感じです。あふわふわと、ね。あわかりました。ちょっと直していきます。はい。すぐ忘れちゃうの。これ今、ちょっと待ってくださいね。ここからこれが今の設定時ですけど、今僕らがやってる設定時に調整していきますね。弱くなってますね。全部落としていってますね。そうですね。こんな感じです。これが今の僕らの設定。前確か一回落としてくれはったと思うんですけど、はい、それよりもさらに落としてる。今もっと落ちてます。もっと弱くしてる。サーボの力では走らないようにしてます。どっちかって言うたら、さんわさんのサーボのいいところはすごい保持力と力なんですけど、はい、それがいい時と邪魔する時もあって、うん、まあ、特にその海外のもっとお手軽なサーボ、うん、なんかね、外人が使ってるようなサーボってもっと優しくというか、うん、ゆっくり動くんで、うん、まあ、ちょっとそういうのも少し寄せてます、あえてね、あえてサーボでは走らない。あデチューンっていうわけじゃないんでしょうけど、そのまあまあ、いや、力を落としてると、力があると反応はするからに、タイヤにギュッて力がかかるんで、その瞬間にタイヤがギュッて滑らしちゃった。あ、やっぱり皆さんおっちゃんになってもっとハンドルバンバンって切りたいじゃないですか、うん、切った時にサーボの力が弱いとそこまでタイヤを押さないので、うん、またタイヤが痛みにぶつかる。ああ、そっかそっか、曲がらなくは感じるんです。要は力づくにこじっちゃうみたいな感じなんで、なんでタイヤが痛む。そうですね、そういうのも今ちょっとやめてます。それはこのカット日だからこその分、ただ TC2 ではそれは当てはまらない。いや、全部ですね。 TC2 でも、はい、運転は楽に楽に。ほう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 。だからこれ LH2 ですけど CL2 でも。そうですね、ただ CL の設定だけはわからないんですよね。ああ、そうか。CL そのもののスペックがまたちゃいますもんね。バインドの線がありますか。あれ、これバインドの線、これ安い。いや、え、 SXR なんで、これ SUR にしたんですね。はい、ここあります。ああ、ここにね、これ、はいはい、処理速度も落としてます。へえ、あの、さんわさんの最速はすごいいいんですけど、うん、はい、ちょっと速すぎて、はあ、ただも扱いきれないとか。へぇー、 SXR、はい、これが最速なんです。前までここですって僕言ってたと思います、はい、うん、これを1個下の SUR に落とします。へ、そうするともっとソフトな感じ。ほうほうほう。これバインを、これステアリングの話ですよね、はい、ステアリングサーボ。アンプの方は何も触ってないですよね、はい、アンプは触ってないです。
ペアリングか。まあ、日がだいぶ西に沈んできましたけれども、一茂先生がいっぱい触ってくれました。私の BD12、 細かいことはまた後ほど紹介するとして、とりあえず走ってみましょう。まあ、速い車がいっぱいいる中、それこそサーボからアンプから車も含めてありとあらゆるものが変わりました。あはさて、そろそろ暗くなってきそうなので、もうこの辺りでエンドとそこうかと思いますけれども、今日もあの4台車を持ってきておりまして、まあいろいろやりました。まあ、中でも一生懸命頑張ったのが、まあ、BD12 ということにもちろんなるんですけれども、後半タイヤ新しいものを入れて、でさらに一茂店長が、まあ普段ね、あのヨコムのこの BD12 って全然触る機会がないので、大体のフィーリングで、まあ、合わせてくれたというところはあるんですけれども、それでもね、だいぶ扱いやすくなりまして、まあ何をしたかっていうと、パワーフィーリング的にその後半ドーンとくる感じをできるだけ抑えて、フラットな感じで扱いやすく、やっぱりこう出がちょっと弱いのと後半にグッとくる感じのそのギャップが扱いにくさにつながってるんじゃないかということで、パワーを出さないというわけじゃなくって、滑らかにというかこうまっすぐ出るような感じにちょっとこうアンプの設定を変えました。でサーボの方はあの、まあ、今のこの TM サーキット的トレンドでもあるんですけれども、全体的にパワーを落としてるということなんですね。この3話のサーボっていうのは非常にハイパワーで、保持力も含めてかなり、まあ、いや、きついんですね。で、タイヤもそれにこうついていけないぐらい、サーボの力がありすぎるという、まあ、ニュアンスでいいのかな。なのでそれをちょっと落とすこと、あえて落とすことで、動きがマイルドに、ちょっと逃げる部分がサーボの方で、あるというようなことで説明を受けました。はい、あのサーボもアンプもいろいろ設定変えられるっていう部分で、まあ、セッティング項目の一つということにはなります。あと車の方はですね、まあ、大きな変更は行っていないんですけれども、ちょっとアッパーアームの内側を上げて、まあ、操作しやすいようにということでいじってもらいました。でまだまだ突貫作業的なところはあるので、また時間を見て、じっくりと教えていただきたいなと思うんですけども、そうなるにはなかなかね、ちょっと時間が今日も足りない。もうなんせお客さんめっちゃ多くて、もう一人一人皆さんね、店長一生懸命対応してくれてはるので、なかなかね独り占めほんとできないんですよ。なのでちょっとまだもうほんと続きをやろうと思っております。で、あとね、まあ、タミチャレの車も今日やってたんですけれども、非常にこちらちょっとねパワーがいまいち感じられないという、教えて龍馬先生のコーナーでちょっとやってたんですけれども、
どうもね、モーター自体は非常にいいモーターだそうですで、KV 値も含めて、まあ、いい塩梅だったそうなので、そこじゃないと、パワー感が足りないのが、ね、まあ、他に原因があるんじゃないかということで、また引き続き探っていかないといけないんですが、これがまあタミチャレの難しさですよね。なんで他の車あんな速いのに自分の車そんな速くないんだろうっていう。ギア機も一緒、使ってるパワーソースも一緒、なんなら車はいい状態だと、龍馬さんも言うてましたんで。で、最後ね、自分で走った感じで言うと、やっぱりね、5秒を、6とか7とかぐらいの感じになってたので、龍馬くんが走らしてるよりも、コンマ3、4ぐらい落ちちゃうんですよ。で、そうなると、やっぱり4秒台、ね、15切ろうと思うと、やっぱいろんな面で、車もそうですし、腕前もそうなんですけど、まだまだ頑張らないと、トップクラス、まあ、ここでいう A メインでバトルをするっていうのは本当に厳しいという状態ではあるんですが、だから一個一個こうやって潰していけばたどり着くと思いますんで、そのスピードが出ない原因というところにね、それも引き続き見つけていきたいと思っております。そんなことで、あとはまあスーパー GT のね、4WD、まあ、ルーキースピードと FWD も楽しく走れましたので、今後はあのレースど、ね、あの出たいと思ってますんで、そちらの方も引き続きやっていこうかと思っております。で、喋ってる間に本当にあの今日が沈んでいきますんで、はい、今日はこの辺りということになりました。たっぷりと修行させていただきました。私のように上達したい、楽しくラジコンやりたいという方、 TM サーキット虎の穴へぜひお越しになってください。きっといいことあると思いますよ。